名古屋の集合住宅で迷惑行為を7年間続けて予約逮捕されたというニュースがありました。被害者の立場が考えると夜中に下げてたり睡眠妨害などがひどくならなかったのですが、その逮捕された両画家の暴言や宗教の祈るする映像があまりに面白かったので、その面で被害者に申し訳ないと思いましたが、ひろきさんこの事件ご覧になりました？あ、知りません。あ、強ししっかりしなさい か最近見たニュースで60歳のちょっと地方が入っている人に逆恨みをされているラーメン屋さんっていうのがあって、爪楊枝をなんか300本とかラーメンの上並べられたりとか、店で暴れたりとかっていうのがあって、やたら電話がかかってきて、で1日なんか何十回も電話がかかってきて、殺すぞとか言われるっていうのがあって、でようやく警察が来たんだけど、もうちょっと地方が入ってるおじいちゃんだから、いやいやこういうのはやめてくださいねって説得するだけで逮捕はしてくれないんですよ。で民事かなで、結局そのもうラーメン屋怖いから閉じたんですよ。いやその頭のおかしな人だから、下手したら刺されるかもしれないから、もうラーメン屋閉じようと。で民事かなんかで訴えて、確かね10万円かなんか取れたんですよね。っていうので結局そのラーメン屋閉じたけど10万しか取れないわけじゃないですか。でもその人野放しなんですよそのおじいちゃんね。だからね、なんかそのまともな人が苦労して、そのおかしな人が野放しっていうのが、いや本当日本らしいなって思うんですよね。いやどう考えたって、その頭のおかしな人を刑務所に入れてラーメン屋さんに普通に営業してもらった方がいいでしょ。だってなんか殺すぞって言ってる時点でもう完全に殺人予告なんだからさ。でそのお店に来て暴れたりとかしてるわけだから、実際にはやりかねえよねっていうのも分かるじゃん。でだからね、なんで日本ってこういうとこなんか高齢者に優しいっていう感じになっちゃうのかなっていうのも思いますけどね。なぜ爆破予告や国際迷惑電話は来るのか。僕は教育大学薬学部出身の無職ですが、先日トアを乱用して陰湿な爆破予告を30万件送ったとして、東京農工大学の大学院生と無職のメガネの知事が採用されました。最近だと汚染水の問題で中国の無職から迷惑電話も日本に変わってくるし、知事は弱者男性からの陰湿な爆破予告は中国からの迷惑電話を防ぐ手段はないのでしょうか。固定電話であれば国際電話を受け付けないという設定ができますっていうか、設定ができる電話機があるので、それを買って登録すると、それは非通知を受け付けないとか海外の電話を受け付けないとかっていう設定ができる電話機があるので、それを置けばいいだけじゃないかなと思いますけど、基本的にはその迷惑行為を嫌がらせとしてやって楽しむという人は世界中どこにでもいるので、別に日本人とか中国人だけでもなく、なので人類ってそういう人いるよねって話なんじゃないかなと思いますけど、いつも配信楽しみにしてます。しょっちゅう泥酔しては公園で寝たり、知り合いにだるがらみする人のことをどう思いますか。飲酒が20歳からなら大人と認められてるからであって、自分の許容量を判断できなかったり、判断できても酔う目的に飲みまくったりして人に迷惑をかけ続けると大人とは言えない気がします。ひろきさん、こういう人とどう付き合いますか。もしくはこういう人に嫌悪を抱く私がむしろ大人じゃないんでしょうか。ですね、僕その高校ぐらいから割と公園で泥酔するのが当たり前になっていて、で知り合いにもだるがらみをずっとし続けていて、でたまに街角のホームレスにもだるがらみをするっていうのをやっていた若い時代があるので、どう思いますかっていうと、僕そういう人間なんで、毎日楽しくれしれしで何の問題もなかったので全然問題ないんじゃないですかって思っちゃうんですけど、ただまあ怒られはしますよね、周りから。はい、そのうちの彼女にもだるがらみをして怒られたことがあるんですけど、ただうちの彼女もだるがらみしてくるので、まあどっちもどっちかなと思うんですけど、はい。なのでなんか周りに迷惑をかけるのは良くないな、そうですね、コメントでも面白いこと言えよって書いてあるんですけど、僕酔っ払うとひどいことをするっていうのはある程度自覚はあるんですけど、自分自身がどうひどいかを見たことがなかったんですけど、たまたまその生放送をしている時に酔っ払うっていうのをやったことがあって、5年前とかの大晦日だと思うんですけど、この話何回もしたことあるんですけど、なんとなく人を蹴りたくなったっぽいですよね、その酔っ払いの僕が。ただ人を蹴ったらいきなり傷害罪でよろしくないじゃないですか。なのでまず誰かに自分を蹴らして蹴り返すっていう状態であれば法律上何の問題もないっていうところに知恵を回して、となんか黒いマスクをしてた、今ではどちらかの市で市議会議員をやってらっしゃる人なんですけど、その人に蹴らせて蹴り返すっていうのを、その酔っ払って多分本気で蹴り返したと思うんですけど、っていうのをやったりとか、なんか面白いことを言えやってだるがらみをするみたいなのをやってるのを、今でもネット上探せば動画あると思うんですけど、ほんとひどいんですよ。だからこいつひどいなっていうのがあるんですけど、僕が楽しく暮らしているので、周りの人本当すいません、お世話になってます、すいません。はい、なので僕が悪いし、多分酔っ払う人の方が悪いと思います。はい、なのでだるがらみする人は良くないよねっていうのは、はい、大人のあなたが正しいと思います。はい、本気でへこんでます。知り合ったばかりの同僚に笑顔で仕事の邪魔や
やり方をバカにされ仕事に関係ないことまでボロクソに言われました。完全に自尊してしまいました。こんな人がまだ世の中にいるのかと思いました。私は言うことは返すけど嫌なことは返さないと決めています。ポジティブな言葉を見かけたり聞いたり受け取るようにしています。ポジティブな言葉をいただけると助かります。よろしくお願いいたします。ポジティブ、いや、あの、世の中にはそういう人もいるというのを教えてくれたというふうにポジティブに受け止めてください。ではその世の中そんな人いないと思ってたという知識を、あ、こういう人もいるんだという世の中に対する知識をアップデートしてくれたわけじゃないですか。なのでその人のおかげで、あの、社会の仕組みっていうのがより詳しく分かったよねっていうことなので、なのでいい勉強になったなと思えばいいんじゃないかなと思います。僕、その頭のおかしな人と関わるのが結構好きなのは、あ、頭のおかしな人ってこういうふうに考えるんだとかっていうので割とその知識が増えるんですよね。言うても僕、その合理的に物事を考えてしまうので、合理的に物事を考えない人と合理的に考える土台が完全にずれてる人っていうのが、ここで土台がずれると物事の考え方がこうなるんだっていうのがやっぱり勉強になるんですよね。コロナのワクチンがなんか、あの、人が死ぬって言ってた人がトランプ支持者の割合が高くて、でロシアとウクライナでいくとロシアを応援してる割合が高いんですよ。この3つなぜか相関するんですよ。別に、あの、コロナもロシアもトランプ大統領も別に全員知り合いとか同じ組織だけど全然関係ないんですよ。でも世間で言われるものはこうだよね、そうじゃないものもあるかもねというカウンターパート的なものっていうのに引っかかりやすい人って、コロナワクチン悪、トランプ正しい、ロシア正しいみたいなので引っかかりやすいんですよ。いや、俺だけが知ってる真実みたいなのの多分価値観が、いや、新聞テレビ信用できない、新聞テレビで報道されない、俺だけが知ってる真実超正しいみたいな、そういう感じで多分重み付けがされるんだと思うんですけど、なのでその自分で見つけたものは通常の新聞テレビで流れる情報よりもより価値があるみたいなので、検索してなんか誰も知らないようなサイトとかで公開であるからこれが正しいんだみたいな、いやいや、それ誰が書いたか分かんないサイト信じるのどうなのみたいになるんですけど、私が調べて出てきた情報だから価値があるって思い込むみたいな、そういうその、あの、考え方の立脚点がずれると、あ、こうなるんだみたいなのが割と面白いって、はい。これやきやジョニー・ソマリのように迷惑をかければかけるほど儲ける人たちは今後増えていくと思いますか？いいえ。今後こういった迷惑系に規制が入ってると思いますか？もう入ってるでしょう。でもコロワキさん YouTube とか多分人間版だと思うんですよね。まあアカウント版で、その名前で版とかメールアドレスで版とか電話番号で版とかあるんですけど、 YouTube ってあの人間版っていうのがあって、ヘズマリュウさんとかもそうだと思うんですけど、あの、この人が出るんだったらチャンネルが版されるっていう、あの、人力で版っていう基準があるんですけど、多分コロワキさんも、あの、普通に人間版だと思うので、なのでこういう迷惑をかける行動をすると YouTube で金を稼ぐことができなくなりますよとか、でニコニコもあの人間版があったりするので、そういう感じで、あの、稼げるそのプラットフォームが使えなくなるっていうのは今後も増えると思うので、なので迷惑行為はやらない方がいいんじゃないかなと思います。お金を儲けたいなら。いや、ただですね、本当に僕の想像が入るんですけど、コロワキさんって実は世の中を良くしたいという善意で動いている部分があるんじゃないかなっていう風に時々思うのですよ。コロワキさんって、まだ前コロナの時とかにあったんですけど、あれもやっぱり彼はそのコロナというのを何とかしたいというのがあったんだろうな、やってる行為がその正しいかどうか間違ってるかは別にして、今回のその支援活動に関して言っても、本当に助けたいっていうのがやっぱり正義感があったんじゃないかなって思うんですよね。ただそこでなんか天下を配るっていうのは全然助かんねえからどうなのとは思うんですけど、でも天下以外も一応持ってってたりするはずなんですよ。なのである程度の正義感があるんじゃないかなと思うんですけど、ただあのやる気のある無能は殺せっていう格言があるように、やる気はあって正義感はあるけど頭が悪いっていうのが多分コロワキさんの根本的なところなんですよ。なのでそのやる気があって正義感があるところを、人が本当に喜ぶのはこういうことだよっていうのをちゃんと教える人がいれば、その行動力は社会にとって意味があると思うので、頭の悪さを直せばいいんじゃないかなと思いました。はい。同時接続者数が 13,606 人なので、27万2000円ぐらい寄付する感じになると思います。
山本太郎は迷惑系国会議員なのか、僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、政党ごとが難航して現地への被災地支援を見送る中、山本太郎議員が被災地で体を張ってボランティアをして日本は出る杭を打つ国なので迷惑だ、バイメダルさんされました。個人的にはアルゼンチンの信頼トレーニングで同調圧力や古い観光風習に流されずに自分で考えて自分で行動できる変人が今日本に背中がしますございますか。古い慣習や同調圧力に流されないでっていうところまでは僕も同意です。で、自分で考えた結果、要はその道路というのは通行する通行量が限られてるんですよ。要はそのこういう道があります、で車が何台通れるかって1日に車が通れる台数は決まってるんですよ。で、今支援物資を送らなければいけません、まあ、救援をしなければいけません。で、確か128時間救命になってた人、90代のおばあちゃんとかもいるんですよね。っていうので一刻を争うときに何の能力もないおっさんを送り込むよりも救助ができる専門家だったり食料や水だったり送る方が先でしょっていうのを考えてやれなかったという点が僕は良くないと思ってるんですよ。なのでそのルールがどうこうとかじゃなくて、あなたの考えが間違いです。で、あなたがなぜそれをやったかっていうと、それは自分がなんか頑張ってますよというアピールをするために行きたかっただけでしょっていうことだと思うんですよ。で、山本太郎さんがすげえなと思ったのは、現地に行った後のレポートを書いてるんですけど、レポートの中で一般市民の交通規制をすべきだって書いてるんですよ。あの交通量というのは限られているので、個人ボランティアみたいな人が来ると迷惑になるよね、だから一般人の行動交通を規制するべきだって書いてて、いやいやお前規制される側だろっていうのが、こう自ら自分でやってその規制されるべきだっていうのをちゃんと発言したっていう意味でいくと、あ、面白いなと思ったんですけど、あとその山本太郎さんって一応歩けないらしいんですよね。松葉杖ついてるんですよね。で、そうすると松葉杖の山本太郎さんを手助けする人というのも必要になるじゃないですか。それ2人分無駄なんですよ。なんか70キロぐらいある人間2人送るんだったら、それ70リットルの水だから140リットルの水送れるよねとか、あと山本太郎さん現地でカレー食ったらしいんですけど、そのカレーはそのカレーの材料を持ってって調理する人っていうのが出て初めて作れるもので、それ食っちゃったら現地の人カレー一食減るんやねっていうっていうので、本当何しに来たのって僕は思うんですけど、まあただそれでもなんか擁護する人がいるので、その頭の悪い擁護をする人たちのためには、まあそのプラスの行動だったっていうパターンなのかなと思いますけども、はい。